とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日も、妖怪学園 Y、ワイワイ学園生活やっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はですね、ストーリー、最後ぐらいかな？多分最後だと思うんだけど。何とか抑え込むことができている。行ってみようか。だが、それもいつまでもつかわからん。一刻も早く、破壊や DX の最深部に行き、コントロールパネルの制御を奪うんだ。今度はマゼラとの直接対決になるだろう。うん、マゼラとの直接対決。油断するな。そして必ず生きて帰ってくるんだ。ラストっぽいでしょ。最終決戦、果てしなき闇のマゼラ挑戦だ。おお、やっぱここ？よし、着いたな。え、フィールドは一緒か？破壊や DX を取り戻さなきゃ。さっきとフィールド同じだね。同じ。ちょっと待って。目指す最新部のコントロールこれは持っていった方がいいんだな。特に敵も弱いし、無視してもいってよさそうなので、無視で行こうか。特にね、倒すこともないんだよな。あ、普通にあれいらなかった。お、よく見るやつだ。待ちくたびれたのである。あれはマゼロ。まったく、ここまで私を手こずらせるとは大したもので、私は多くの星を喰らい、その星に宿る生命を自らに融合してきた。誰もが我を恐れ、我が前にひれ伏してきたのである。なのにお前たちはどうだ。その態度、反抗的な目、私に歯向かう無謀さ、どれをとっても忌まわしきこと計り知れず、ゆえにこの宇宙から存在を消す必要があるのである。消されるもんか。そうだ、お前になんか負けないっしょ。絶対的な力を持つ私とどう戦うというのだ。僕たちは特訓して今までよりもすごく強くなったんだ。強くなっただと？その程度で？バカも休み休みイエティなのである。その程度、底なしに弱い、滅法弱いになった程度である。舐めやがって。ゴタ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 うるせんだよ。いいか、よく聞け。俺は大切な仲間がいる Y 学園を守る。そして地球に平和を取り戻してみせる。なな、この驚異的な力は、ついさっきまではなかったはずである。ようやくこの時が来たか。閻魔台理事長。どういうことだ。お前がブラックホールのパワーをその力の根源としているように、人兵にも無尽蔵の力の根源が生まれたのだ。何？お前たちは初めて地球にやってきた時、地球上で最も力を持つ妖魔界を滅ぼした。地球侵略の第一歩のつもりだったのだろう。しかし強い力を持った魂たちは滅んではいなかった。別の存在として転生し生き続けていたのだ。俺も Y 学園に身を隠し、YSP 能力者たちを鍛え上げた。彼らが接触する怨霊たちのパワーを吸収し、妖魔界の復活に必要なパワーを集めてきたのだ。そして再生した神聖妖魔界から送られるパワーが今、
人兵の力を増幅させている。世界を再生しただと？どこにあるのだそんな世界が。私は地球を監視してきたが、そんな世界などどこにも再生されてはいないのである。なんだそういうことか。やっとわかったぜ。俺の体の中でじんじん響いているでっかい何かの正体が。よく意味がわからないのである。つまりさ、俺に力をくれてる世界はここにあるってことだろ。ま、実はあんまりよくわかってないけどさ、俺の中で新しい世界が工事中。そんでもってそこにいる強い妖怪たちが俺にパワーをくれてるってことだろ。そういうことだ。一つの生命体の中に世界を再生だと。バカ、ありえない。こんなことができるのは時空を操る力を持つミケッティオのみ。私はそれをワイサークルに封じていたのだ。三つの存在に分けてな。報告にあった三匹の妖怪のことか。そうだ。つまりお前は小さな力を見過ごした。そのせいで史上最強の存在を誕生させてしまったというわけだ。だからといってお前たちごときが私を倒せるわけがないのである。だったらやってみろよ。え、漆黒丸。そうか、ホームページにあった人兵が新しく変身するってやつだ。神聖妖魔界のすべての妖怪たちよ、今こそその力を集結させる時だ。俺の漆黒に染まれ。陣平くんにものすごい力が集まってる。これが漆黒丸。最高のタイミングで最強ヒーローの誕生。これ以上ないくらい上がる。こうなったらもう負ける気がしないね。形勢逆転っしょ。調子に乗りよって。だがそれでもパワーは私の方がはるかに上である。儚き星の者どもよ、滅びゆく大地で絶望を叫ぶがよい。いいえ、私たちは決して絶望なんかしない。やっと掴んだ希望の光なのだ。この光を未来につなげてみせる。俺の中の妖怪どもよ、お前たちのパワー、少しの間この俺に貸してくれ。世紀のラストダンスと行こうぜ。地球に接近した今、ようやくフルパワーで手を下せるのである。お前たちに私を阻むことなどできない。
地球はこれで終わりなのである。ラスボス戦か。あの目玉がある、あれが何か鍵になるのかな。俺たちが培ってきた力は、おちょっと待って、漆黒丸が一番今までのヒーローでかっこいいぞこれ。一歩も後には引かない。あ、ちょっと待って、炎上してる。地球のみんなの希望を背負ってるの。ノーマルだよね強さ。なんかめちゃくちゃ強いなこいつ。ちょっと待って、こいつ強いな。ちょっとあ、でもいけるか。へえ、必殺技メダルをこいつはもうすでに所持した状態で仲間になってる。これは嬉しいね。これ僕のラスボス相当強そう。でもまああれだよね、一番最初ってドーベルめちゃくちゃ強かったでしょ。あれと一緒よ、慣れればそっと追ってこないと思う。よし、はい、もうちょっとでおしまい。いや、これレベルがね、多分あまり上げきれずに来るとちょっと苦戦したかもしれない。やったか。え、まだまだまだか、まだか、変身するんか。思い知らせてやる。やっぱこれをうまいこと使わなきゃいけなかったのか。おい、あれなんかこっちに来るっしょ。絶望するよ。はい、ということで新しく変身することができるようになりました。次はどういう感じになるんだろうね。ストーリー進めていきますのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいや。